はい、どうもこんにちは。前回ね、第5弾で完成っていうお話したんですけど、ついついまたいじってしまいました。結局リアピックアップ、まあリアっていうかね、ブリッジよりちょっとセンター寄りだからね、ちょっと中途半端な位置なんだけど、まあとりあえずね、このリアピックアップをねつけました。これね、なんでかっていうとね、この前ちょっと弾いてたんですよ、ずっとね。でね、やっぱりその自分の作った曲で、いろいろこうソロとか弾いてる時にね、やっぱりこの曲は両方フロントとリアを足した音でね、鳴らすっていうのが前提で作った曲とかがね、やっぱりいっぱいあるんですよ。でね、やっぱこれ1台である程度できるようにしたいなっていうのがやっぱりあってね、まあその曲だけギター持ち帰るっていう手もあるんだけど、せっかくだからね、こいつ一本でいろいろやっぱ音出したいなってことでね、で今回はね、リアの音で出したりフロントで音で出したりとかじゃなくてね、もう基本的にはフロントがメインで、まあリアをまあその僕がやりたい曲の時にね、足す、センターの音を出すようにね、単独でリアを使うってことじゃなくて、ミックスのサウンドを基本に、フロントとミックスって感じでね。でもね、まあひょっとしたらね、多分これね、まあ最初からちょっとスイッチつける予定でちょっとね、後ろをこう広くしてあるんだけど、ひょっとしたらフロント用にスイッチつけるかもしれない。そうするとフロント切れるからね、リアだけ鳴らすってこともできるからね。リアはね、こっちで、このスイッチでね、入れたり切ったりするようにスライド、あえてね、スライドスイッチ、古臭い感じでね、スライドスイッチつけたんだけど、いいでしょ、こんな感じ。また、ブログの方にもね、写真出してきますけど、一応ね、こんな感じです。まあ、ちょっとこれ、おちゃらけでベースも貼ってありますけどね。書いただけだよ。ね。まあ、こんな感じになりました。でね、やっぱりね、たかがリアピックアップ1個と、このガードだけなんだけど、スイッチとね。これだけでもね、やっぱ重量バランス変わるんですよ。ちょっといい感じになってね、ストラップぶら下げた時に、まあ、前はこうだったけど、ちょっとこの辺になったかなと。やっぱ、かなり変わってくるね。これだったらね、ちょっとなんかこう、ブロックかなんか入れてね、まあ、そうすると音変わっちゃうかもしれないけど、ちょっとブロックの見れてちょっとバランス取っちゃうかなとかね、今ちょっといろいろ考えてんだけど、まあ最終的にね、そのオーバーラッカーした時に、まあいろいろちょっと考えようかなって思ってるんですけど、ね、まあとりあえずフロントピックアップだけじゃなくて、まあ最初はその予定だったんだけど、まあ最初は両方つける予定だったね、ハンバッカーをつける予定だったけど、やめてフロント一発にしたけど、やっぱり、リアをつけちゃったと。まあ、ほんとセンター寄りだけどね、こんな感じ。なかなかね、いい感じですよ。音がね、フロントだけだと、こうだよね。で、リアが入ると、ちょっとマイク切るね。まず最初にね、フロントだけの音で、次ミックスしてね、リアを入れて。
はい、ね、こんな感じでね、粒立ちがね、やっぱりかなりいいでしょ。ね。はい、そういうことで、バイオリンベースをね、改造して、6弦エレキに改造、最終的には、2ピックアップに仕上げましたというね、お話です。
で、何回も言ってますけど、リフィニッシュしたらね、リフィニッシュっていうか、まあ、オーバーラッカーしたらね、またご報告します。はい、バイオリン、ギターのお話でした。